今日は a t e c クの Q-in-1 マルチファンクションツールペンという旧機能も持ち合わせたペンを提供していただいたので皆さんに紹介していこうと思います。 まずこちらのデザインなんですけれどもなかなか面白いですよねスチールとアルミニウムと銅と鉄合金のハイブリッドで製造されたボディとなっていてマットブラックの塗装がゴツゴツとした形状とすごくマッチしていてかなりかっこよくて独特の存在感を感じますペンの上部にはフックのようなものがついていたりペンの真ん中にはくり抜かれていてとてもじゃないですけれども普通のペンとはかけ離れたデザインですよね 相当多くの機能を詰め込んでいるのでこれだけゴツゴツとしたデザインとなっていて非常にロマンのある道具だと思うので9つの機能について使い心地とか色々と紹介していこうと思いますまず1つ目の機能についてこちらは 0.7mm のボールペンとなっていますイラストは万年筆なんですけれどもボールペンですね短くローレット加工が施されたグリップがあるんですけれどもこちらを回転するとボールペンのリフィルが出てきます そして2つ目の機能はスタイラスペンですね。一見するとスタイラスペンっていうのはどこにも見えないんですけれども、ここの空洞からわずかに見える球体のようなものがスタイラスペンとなっています。ボールペンのリフィルを収納する方向に回し続けるとスタイラスペンを取り出すことができます。 結構短くなってしまったんですけれどもスマホとかタブレットをこのようにして操作することができますスタイラスペンが外側じゃなくて内側にあるので使い始めるのにワンクッションアクションが必要ということでちょっと面倒かもしれないんですけれども実際にスタイラスを使ってみて、まあ、感度は普通にいいなと思いましたスタイラスペンって結構短い方が操作しやすいと思うのでこれぐらいの長さがベストだと思うのでスタイラスペン自体はすごくいいなと思いました この短い棒だけでスタイラスペンとボールペンも回したら出てくるのでなかなか便利ですよね。実はこちらさらに機能がありましてスタイラスペンのところをひねって開けていきますとなんとプラスドライバーとマイナスドライバーがついています。内側は六角形になっているのでうまくはめ込むとこれだけでドライバーとして使用することができます。ちょうど回す持ち手のところがローレット加工になっているので滑りにくくなっていてこれはなかなか賢いなと思いました。 続いて5つ目の機能は線抜きですねこちらの少し不自然にくり抜かれたところが線抜きとなっていますボールペンにまさか線抜きが搭載されているっていうのはなかなか面白いですよね自分は線抜きは全然使わないんですけれどももし使う機会があったらこちらのペンを使っていこうと思います続いて6つ目の機能は定規ですね 側面にセンチメートル単位の定規とインチ単位の定規の2種類の定規が搭載されていてちょっとしたものの長さを測りたい時なんかは便利なんじゃないかなと思います ATEC という会社がアメリカの会社なので日本では普段使わないインチ単位の定規も搭載されています紙の上に書かれた図面の寸法を測ろうとするとちょっと下から覗き込まないといけなくなってしまうのであまり図面の寸法を測るのは向いていないかなと思います あくまでも薄っぺらい付箋みたいなものを測るものだと思っていただければと思います続いて7つ目は水平器ですねこちらは中に入っている気泡がどの位置にあるのかによって水平かどうかっていうのを測るものなんですけれども実際に使ってみると真ん中からちょっと少しずれているんですよね調整のしようがないのでこれは気になりますねちょっとそこは品質とかそういう面で残念かなと思いました続いて8つ目の機能は爪ヤスリですね クリップの横に灰色のヤスリが搭載されています。ペンに爪ヤスリがついているっていうのはなかなか面白いですよね。とりあえず機能を詰め込みたいと思って何を入れようか考えた時に全然面積を取らない爪ヤスリを搭載したと思うんですけれども、どれだけの機能を詰め込めるかっていう挑戦というかなんか意地を感じますよね。 ただ筆箱に入れておくと他のペンのクリップをま削ってしまう恐れがあるのであんまりジャラジャラとした筆箱には入れない方がいいかなと思います続いて最後の機能がボックスカッターですね最初はフックかと思ったんですけれどもカッターとなっていますこのペンさえあれば切り味は安全を考慮したためなのかそこまで良くはないんですけれども一度切り込みを入れるとガムテープをカットすることができます そんな感じで9つの機能が搭載されたてんこ盛りの超多機能ボールペンとなっていますその中でも一番重要な要素というのが個人的にはボールペンだと思っているので書きやすさだったりボールペンの使い心地について詳しく見ていこうと思いますまず気になったのが回し心地の悪さですねちょっとこの回し心地が金属が擦れるような感じがするんですよね 潤滑油は足りてると思うんですけれどもグリップと軸の接しているところがこすれてしまっているのでかなり不快な音が出ます結構ツイスト式のボールペンって回し心地も重要な要素だと思っていて本当に回し心地がいいと何もしていない時でもついつい回してしまうんですけれどもこれは極力回したくないなと思ってしまうような感覚ですね引っこ抜くとボールペンのリフィルを取り出すことができます結構短い金属リフィルですね いろいろと機能を詰め込んでいるのでどうしても短い回しを使わざるを得なくなってしまったんじゃないかと思うんですけれども自分はこの長さのリフィルは見たことがないです世界的に多く使われている 4C 規格と比べると短くなっていてなかなか回しを探すのは簡単ではないかなと思います現在こちらのペンはクラウドファンディングを行っていて本日から先行販売されているんですけれどもそちらの方ではボールペンの回し3本が付属で付いてくるそうです 返しのみの販売もされているんですけれどもあまり簡単に入手できるようなリフィルではないのでちょっとそこは注意していただきたいなと思います書いてみてなんですけれどもインクは思ったよりも滑らかで書きやすいなと思いました ジェットストリームなどの他社製のリフィルをなかなか使うことができないのでこちらのインクの質があんまり良くなかったらボールペンとしてちょっとあまり良くないかなと思ったんですけれどもインクの質は思った以上に良かったのでそんなに心配することはないかなと思いますただなんといってもかなりこちらのペンは重いんですよね重量がなんと 48g もあります 一般的にペンっていうのは 10g はかなり軽くて 20g は普通ぐらい 30g になると結構重たい 40g だと重たすぎるという印象を受けるんですけれどもこちらのペンは 48g もあるのでとにかく持った時に重量感を感じるんですよねさらに重心の位置も結構高くなってしまっているので重たくて高重心というとてもじゃないですけども書きやすいとは言えないですね 金属の塊で描いているような感じでなかなか疲れます。ただこれだけ重たいおかげで書き心地は結構滑らかになっているんじゃないかなと思います。あとこれだけ重くて高重視なペンっていうのは滅多に見ないのである意味面白いですよね。 持ち心地なんですけれども自分の場合はそんなに気にならなかったんですけれども持ち方によっては線抜きの角が結構尖っているので指が当たってしまって痛くなってしまうんじゃないかなっていう心配がありますペン先のガタつきも結構ありまして書いてる時にカチカチと音が鳴ってしまいました高重量で高重心でガタつきもそこそこあるということでボールペンをメインで使っていくっていうのは正直あんまりおすすめできないかなと思います 筆箱に入れるにしても爪ヤスリが他のペンのクリップを削ってしまったりそもそも全長が16.7センチもあるので入りきらない筆箱っていうのもあると思うのでそこは注意していただきたいなと思いますただこれだけの機能が搭載されていてコンパクトっていうのはふとした時に便利なんじゃないかなと思います 栓抜きだったり水平器とか爪やすりとかドライバーっていうのはそんなに頻繁に使うものではないんですけれどもあったらいいなと思うものなのでカバンの中に常に入れておいたりすると本当に必要な時に助かるんじゃないかなと思いますこちらのペンの定価は3500円となっていますただ現在クラウドファンディングの方で先行販売されているということで新着順で割引率っていうのが高くなってくるのでもし気になる方はお早めにチェックしていただければと思います 水平器の中心がずれていたり、回し心地がちょっとイマイチだったりっていう感じで、品質自体はそこまで高いものではないんですけれども、ゴツゴツとしてたくさんの機能が搭載されていて、なかなか面白いペンでした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。